不穏。石川卓木その日も私は朝から例の気持ちに襲われた。何もかも興味がうせて、少しの間も静かにしていられないように気がイライラしていた。新聞を見ても少し長い記事になると、もう五六行読んだばかりで、 しまいまで読み通すのがもどかしくなって、大事の見出しだけを忙しくあさった。続きものの小説などは、なおさら読む気がしなかった。そうして、煙草に火をつけて、何本も何本も吸っていると、私の心は、隅から隅まで、暗く寂しかった。その暗い寂しい中に、私のそれと、 明らかに意識することを恐れる数限りない小さい失望と怒りが重なり合って騒いでいた。じっとしていると果てのない後悔にみるみる風が立ってきて、それあそこに白い波がと思うと間もなく前後左右の海が一様に荒れてゆくのを見るような気持ちであった。そうなるとおのずと 船の動揺を感じずにはいられない。こうしていちゃ今日も年取った母をいじめることになる。私はそう思った。誰に罪があるのでもないが、子供の時に甘やかされた心の残っているせいか、何か漏らさずにはいられぬ不快のある時、母をいじめるのが、いつからとなく私の癖になった。悪いとも思い、 すまぬとも思う。心にもないこと、自分ながら無理だと思うことまでも並べ立てて、返事に困る母の皺だらけな顔を小気味よく眺めながらも、心の半分だけはすまぬと思っている。それでもやめられなかった。私の知人には妻に対する不平を子供に漏らして、無慈悲な父と思われている人もあるが、 私にとっての一番の弱者は母であった。子一人を頼りに六十三にもなって三度の食事の支度から八百屋豆腐屋の使いまで曲がった腰を伸ばし手づからせねばならぬような境遇にいる母であった。そうしてそういう不快のもとといえばいつも母ならぬ人には毛ほども悟られたくない。 ごく小さい、つまらないことの失望やら、怒りやらであった。何か母の言ったのには、返事もせずに、私は、つと立ち上がって、机の前に来た。朝はまだ早くって、西窓の障子の紙は、薄雲のように光がなかった。部屋の中は、どことなく底冷えがした。私は、散らかった机の上に重ねた髪を置き、 ところどころ、刃のこぼれた小刀で、五本の鉛筆を、代わる代わる削った。削ってるうちに、ともかくも、書くべき問題だけは、頭の中にできた。こうして私は、毎日、田舎の新聞に通信を送らねばならなかった。それによって受ける些細の報酬も、私の現在の生活では、決して些細とは言えなかった。 みかん。